ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-078 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-078。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-078 は、収容室の壁にかけられ、物理的に電源を抜いた状態で収容してください。収容室内にある唯一のコンセントへの通電は、収容室内部にあるスイッチでオン、オフが切り替えられるようにし、SCP-078 の実験時以外は、オフの状態を維持してください。収容室に入室する職員は、SCP-078 への通電が予期せずオンになった場合に備え、目を閉じた状態でもスイッチを操作できるよう、スイッチの位置を熟知しておく必要があります。説明。SCP-078 は、約 1.5 メートルの、トゥーレイトトゥーダイヤング、若き死を迎えるにはあまりに遅く、と書かれたピンクのネオンサインです。財団の標準データマイニングプロトコルにより、餓死や孤独死の発生率が異常に高い地域が発見され、該当地域である、を調査したところ、SCP-078 の発見に至りました。SCP-078 は、電源が切られている間は異常性を発揮せず、何の効果も及ぼしません。また、電源が入れられた状態であっても、10秒未満であれば、SCP-078 を視認しても影響を受けることはありません。さらに、英語を読む能力がない者は、どのような場合であっても SCP-078 の影響を受けません。このような例外を除き、電源が入れられた状態の SCP-078 を10秒以上視認した者は、その影響を受けることになります。SCP-078 の影響を受けた者、以下、被験者、は、手書きの文章を見た際に、存在しない追加の文章を知覚するようになります。これら追加された文章は、被験者自身の書いた文章や、追加元となった手書きの文章とは異なる筆跡で書かれています。また、追加される文章は、文章が現れるたびに異なった筆跡で書かれていますが、その内容は、過去に被験者がした決断や行いによって発生した問題に対し、被験者が感じている罪悪感を和らげようとするものであり、常に一貫しています。例えば、激しい口論の末に妻を殺害した男性の D クラス職員の場合、彼の手書きの日記に、あの女はお前の言うことを聞かなかった。当然の報いだ、という文章が現れました。また、勤務中に誤って SCP-078 に暴露してしまった。博士の場合、博士の担当する SCP に関する手書きのメモの中に、あなたの仕事は人類を救うでしょう、という文章が現れました。このように、SCP-078 の影響を受け始めて間もない被験者が受ける影響は、被験者にとっては有益なものであり、実際、被験者は心の平穏や安心感を覚えたと報告しています。しかし、追加される文章の内容は、1週間程度の期間をかけ、徐々にポジティブなものからネガティブなものへと変化していきます。博士は、あなたの仕事は人類を救うでしょう、という文章を見た2日後に、そもそも彼らは君のことを愛したことなどない、という文章を、個人的な日記の中に見つけました。その後、被験者はそれまで罪の意識を感じていなかった行為や、すでに心の整理がついていた出来事に関して、正当化、し始めます。さらに時間が経過すると、被験者は自身が行った全ての行為を正当化しようとし始めます。時間の経過とともに正当化の必要性は増加していき、被験者の思考は自身の正当化のみに費やされ続けます。この段階に至った被験者は、自身の思考を言葉として発話し始め、自身が行わなかった行動について、なぜその行動を行わなかったのかを思考し、正当化し続けます。また被験者が行った行動が、自身の生命活動に必要なものであった場合でも、被験者はなぜ他の行為で代替しなかったのかと思考し、代替しなかった理由を正当化しようとしますが、そのような場合、神経症の発作が誘発されます。SCP-078 の影響を受け始めてから2週間が経過する頃には、被験者は食事を取ることができなくなります。これは、被験者が最初の一口を食べた後、なぜ一口目にこの部分を食べたのかを思考するのに、1週間を要するためです。この状態にある被験者は、栄養が静脈内に供給され続けない限り、栄養失調による死を免れません。妻を殺害した D クラス職員及び、SCP-078 に偶然暴露した。博士は、研究と治療のため延命治療が続けられています。現在判明している、一連の正当化サイクルから抜け出す唯一の方法は、SCP-078 に再度暴露することですが、
再度暴露したすべての被験者は、一度目に暴露した際より一層、罪の意識を誘発するメッセージを視認するようになり、一度目の暴露から一週間以上が経過してから、SCP-078 に再暴露した被験者は全員、自殺を試みました。ほい、078-1。SCP-078 の実験に用いられた D クラス職員の一人である D19384 は、筆記体と活字体を組み合わせた奇妙な筆跡の持ち主でした。D19384 は、SCP-078 に暴露させた後、結果が出ない段階に達したため終了されました。その後、SCP-078 の影響を受けたものの見る追加された文章に、D19384 の筆跡と酷似したものが出現し始めたため、現在、SCP-078 に暴露した後に死亡したものは、何らかの方法で SCP-078 に取り込まれるのではないかと仮説が立てられています。報告書は以上だ。自身を10秒以上視認した者に対し、罪悪感を呼び起こすような文章を見せ続け、精神的に追い詰めると同時に、その者に、正当化の呪いみたいなものをかけるピンクのネオンサイン、ということでいいのかしら？ああ、それで大体合ってるぜ。被験者は、自身がやったこと、やらなかったことの全てに理由付けをしなくてはならなくなり、その理由付けのために、思考や行動が著しく制限されてしまうようだな。最終的には生命維持のための行いにも理由が必要になり、結果、外部の助けがないとただ生きることすらできなくなる、と。ああ、そうだ。そのサイクルから脱出する方法もあるが、それを実行すると自殺することになるため、結局同じ結末になってしまうようだな。影響を受けた時点で終わっている、ということね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。